地の見どころは今咲いているような小花ですとか庭木もそうなんですけれども、ところどころに立っている小屋とか花壇の構造物とかテーブルとかの全てが庭主の手作りでできているっていうところが見どころかなと思ってます。山に行ったり川で石を拾ってきたりとか、それから廃材を利用して作っていますので、業者さんの手が入っていないんですね。あとはレンガやタイルを買ってきて、積んだり並べたりして花壇とか構造物を作って、そこに家族がそれぞれ好きな花を植栽してできています。真ん中にある円形花壇を22年前に作って、訪れる人たちが丸く和やかに過ごしてほしいなっていう願いを込めて、庭全体が丸く構成されています。育てた花がこう咲いたりとか、旅先で買ってきた花とか、友達にもらった思い出の花が咲いたりするのも嬉しいんですけれども、思わぬところからこぼれ種で小花が咲いたりとか庭木が生えてくるのも楽しいなって思っています。庭主の名前が進むって言うんですけども、前に進むっていうのと名前をかけて庭のところどころに進むっていうロゴが散りばめてあって、石を並べたりするのも遊び心をふんだんに入れてますので、来年のオープンガーデンにはお花とともにぜひそんなところも見つけてほしいなって思ってます。